メリカのオールスターがもう終わってしまいましたけど、まずはホームランダービーですね。あれちょっと大谷緊張してるかなっていうような、なんかそんな感じのな顔だったかなっていうふうに思うんでね。右バッターの方がすごく大きいホームランを打ってたような感じですね。皆さんこんにちは、高橋貴則のひさちゃんです。今日はですね、またホリプロから、マネージャー2人と一緒にやりたいと思います。今日はとりあえずね、アメリカのオールスターがもう終わってしまいましたけど、まずはホームランダービーですね。大谷がね、残念ながら1回戦負けで、負けてしまったんです。なんかね、初めの映像見ると顔がなんとなく緊張してたのかなっていうね感じで、本人はね、なんか楽しそうにやってたけど、なんかちょっと節々にあれちょっと大谷緊張してるかなっていうような、なんかそんな感じのな顔だったかなっていうふうに思うんでね。で、やっぱりね、あれだけの雰囲気の中で初めてのね、日本人が出場するわけで、だからやっぱりもう多少のプレッシャーはあったと思うですよね。だけどね、終始笑顔でなんか楽しめましたっていうねコメントもあったように、いろいろ自分の中ですごく楽しみながらプレーしてたのかなっていうのは感じますけどね。ちょっと大谷らしくなかったような、そんななんか顔には見えたけどねっていうね感じですね。なんか割ともう始まる前から若干ちょっと打ちすぎなんじゃないかみたいな、練習しすぎなんじゃないかみたいな実況が入ってましたけど、まあでもあれは多分なんだろう、こう体を動かしてもらわないと多分ダメな人なんだよね、大谷って多分。それは問題ないんじゃないかなって思うんだよね。あとあれ、バッティングピッチャーのことをちょっと言われてるじゃん。あれはやっぱりなんかちょっとタイミングが合ってなかったのかなっていう感じですね。だからそのあの一発でポンってすぐ 2,3 スイング目で1本出てれば多分あれの試合勝ってたと思うんだよね。それがね、やっぱりホームランダービーのまあ難しさっていうのもあるのかもしれないけど、でもよくね、思い切ってどん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 スイングしてたし、まあよく追いついてね、なんとか延長戦にもつれ込めたと思うし、まあ仕方ないかなっていう感じですよね。でも体力的にもかなりきつそうだったし、やっぱバッティングピッチャーの差じゃねえかなっていうふうに思うんだよな。で、あと優勝したアロンソとか、あいつなんか一人だけ勝ちに行ってたっていうか、なんかすごいなんか本気モードでやってたな。もちろんみんな本気でやってたんだと思うけど、なんかちょっとこうノリが人だけ違うし、なんかちょっとね、そのなんか瞑想とかしながらなんかこうね、一人でちょっと何集中もしてたし、なんかお祭りっていうより一人だけ勝ちに行ってたのかな。まあもちろんね、2019年のね、王者なわけだから、まあもちろんね、実力あるだろうし、ホームラン打つ能力っていうのはねすごくあるんだけど、なんかちょっとあれ見ちゃうと、おいおい本気かよお前ってなんか突っ込みたくなるようなね、なんかそんな感じだった。でもバッティングピッチャーが俺1年目メッツのベンチコーチだったで、ピッツバーグにその後こう抜かれて引っ込かれて、だからあの人に呼ばれて俺ピッツバーグに行ったりとかして、まあちょっとすごくね馴染みのあるコーチだから、あの人がホームランダービー取って、多分ねコーチの彼にもお金が多少入ったと思うとすごく嬉しいなっていうね、なんか感じがする。お金の話でいうと、今回の大谷選手なんか出るだけでギャラがそうだね、15万ドルぐらいもらえるのかな、それをもうスタッフの方にすごいね、太っ腹だよね。まあでもね、とりあえずそれだけみんなにお世話になってるっていうメジャーらしいなっていう感じするね。まあ出ることに価値があるわけで、そこにお金が発生しても別にそのお金はね、大したもんじゃないよっていうような感じだと思うんだよね。ただおまけでお金がついてきたっていうのはやっぱりみんなに振る舞う、それはね、普通に行われることだし、でもまあ大人らしいなっていう感じがするね。なんかもうお金をもらったっていうよりも、なんかそういう気持ちが嬉しいっていう、またスタッフの方も多分なるのかな。そうだね、だから多分優勝しても、多少やっぱり税金分は取っとくと思うけど、変な話ね、半分以上はもしかしたらみんなに振る舞うかもしれないよね。だから1ミリオンかもしれないけど、大谷のところに入ってくるのは全然ね、入ってくるかもしれないけど、みんなに振る舞うっていうことができるんじゃないかなと思う。今回改めてそのホームランダービーが、まあ、ついこの前日本でもオールスター、ホームラン挑戦してますけど、やっぱり全然こう規模が違うというか、華やかさが違うというか、お祭りというか、そうだね、お祭りだもんね。一つのなんかオールスターの前のイベントごとになってるから、あれはもうちょっと独特だよね。多分スポンサーもすごくついてるだろうし、なんか盛り上げ方とかそういう見せ方とかも日本と全然違って、やっぱりうまいよね。だからそれはまあアメリカのね、エンターテインメントの優れてるところかなっていうふうに思うよね。またお金も多分すげえ集まってるんだと思うけどね。
要はその日って別に試合をするわけじゃないじゃないですか、うんうん、ホームランダービーだけなのに言ったらそのこの前も4万人以上が集まるっていうのが、うん、日本だとなかなかそうはいかないかな、ね、確かにやっぱそのなんかファンの人たちが見たいっていうなんかそういうイベントにしてるよね。だからこう宣伝の仕方だとか、例えば日本はちょっと分かんないけど、あの招待状が送られてくるとか、ね、誰が出るんだとかっていうのをこうメディアがこう盛り上げるから、すごく今日本であのホームランダービー出ること知ってる人ってそんないないような気がするんだけど、でもやっぱアメリカではねすごくホームランダービーに出る人が誰なんだっていうのがすごくこう注目されるから、野球好きな人は結構ね簡単に手に入る情報だと思うから、すごくうまいよねアメリカ見せ方がね、うん、要はなんか誰が優勝するかとかっていうちょっとおつがれたりするじゃないですか、うんうん、それって要は合法的な、もちろんもちろんもちろん、うん、それはもうアメリカでは普通に問題なく、そういうところでもやっぱり、何娯楽的なことがすごく要素がすごく大きいよね、うん、まあ、ホームランダービー、うん、初戦敗退ではありましたけど、うん、まあ、十分その見せ場を作ると思いますし、うん、で、ホームランダービーの前にこうレッドカーペットといいますか、うん、あの紫のカーペットですね、で大谷選手はじゃあ誰と歩くんだっていうのがちょっと話題になってて、うん、まあ、大方の予想通りって、うん、だったんですけど、まあ、ゆうせいさんも歩かれるじゃないですか、うん、で、もひさんも長らく番組ご一緒されてた、うん、深津さんの姿が久しぶりに、うん、見えましたけど、うん、そうだね、すごくなんかほんわかしたね雰囲気で、ゆうせいと深津さんが歩いてる姿見せたら、なんかあすごい家族なんだなっていうのはなんとなく、なんかゆうせいがってやっぱりまだすげえ若い人なんだっていうふうに俺ら勝手に認識してるから、で深津さんもね、まあ、なんか結婚してたのかなっていう感じに見えない人じゃん、だからすごくなんかあ家族なんだっていうのをすごく感じたから、めちゃくちゃ写真とか絵で見ると良かったなっていうね、なんかすごく懐かしい気持ち、そうだね、すごくなったね、で、まあ大谷はね、爽やかな感じだったね、今度ね、セットアップに白の T シャツ着て、だんだんやっぱりおしゃれになってきてるかもしれないね、でやっぱり右バッターがすごくホームラン大きい方を打ったような感じがするよね、左バッターはやっぱりより右バッターの方がすごく大きいホームランを打ってたような感じですね。だからレフトの方に電光掲示板があって、その横にアメリカの旗がこうレフトのポールの方にこういう風になびいてたから、やっぱレフトの方にこう風が吹いてたと思うんだよね。基本的にはやっぱりボール自体は飛ぶんだけども、でもレフトの方が大きい打球が行くんじゃないかなっていうところもあるから、左にガーンと打っても意外と行くけど、そこまで大きいホームランになってないような感じはしたね。俺もね、一回投げた時にすごい風が吹いてたな、あんなに吹いてなかったけど、ホームランダービーの時よりは吹いてたと思うね。で、右左バッターにチョンって打たれてファールになるだろうなと思ったら、そのホームランになっていっちゃったとかあるから、すごいレフトの方に伸びるんだなっていう記憶があるから、だから多分そういう風も多分吹いてると思うね。それが多分間違いなく後押ししての右バッターの方が有利だったのかなっていうふうに思うけど、もともとそのジャッジが記録持ってたじゃないですか、うん、でそれがこの前のホームランダービーでは3人そのジャッジの記録がいけるんです、うんうんうん、だから本当に飛ぶんだな、そうだね、 1.5 倍ぐらい飛ぶんじゃないの、多分本当息苦しいし、まず球場入って階段とか登っていくとちょっとこう息苦しくなったりして、でちょっと走ると多少動いてる俺らでもちょっと息が上がるぐらいだから、まあ球にもすごく影響するね、ピッチャーはね。だから大谷がね、まあ、その後のオールスターとか100マイル前半出したりとかするけど、ストレートがやっぱりファーッと吹き上がっていくからすごくいいボールになる、ね、はい、ということでですね、ホームランダービー大谷はね、すごく1回戦負けで残念でしたけど、いろいろね、見せ場をなどを、ね、作ってくれたと思いますし、まあ、やっぱりね、あそこに出る人たちはすげえなっていうことで締めたいと思います、はい、この話がね、ぜひよかったと思いましたら、ね、チャンネル登録といいねとコメントお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。バイバイ。